今日は特別な日やわ。特別ですか？だって俺18年間美容室行ってないから。そうですよね。生まれてきて高校卒業してますからね。もう18年間ってな。僕48でしょ。30の時に坊主にしたから、それまでは毎月ぐらい行ってたけど美容室に、はいはい、でもそっからはもう坊主生活始まったから、毎月自分でお風呂場でバリカンだから、まあ今日髪切ってもらうんだけど、サトシに緊張してます。18年ぶりですからね。18年ぶりやで。4ヶ月間何にも触ってないの、髪の毛もう伸ばし放題、うん、ちょうど4ヶ月やけど、うん、俺ずっと帽子かぶってて、 YouTube でコメント欄に帽子脱げみたいなのよくあったけど、これ理由があって、まあ、今日のためまでかぶってたわけ。伸ばして18年ぶりの。そう、実は俺がやりたい髪型があったのよ。ほんでこの髪型をやりたいと思って伸ばし始めて、ほんでそれが今日やねん。だからちょっと記念日やね、俺にとっては。サトシは美容師やん。周りからはやっぱカリスマ美容師って言われてるからな。その髪型とか見てくれる？これやりたかったよ、ほんまに。いいね、そう、やるやつ。これはね、似合うかも込みで、もう率直に言うてほしい。初めてこんなやりたいなと思った髪型。そこからのやりたい髪型って逆にちょっと気になるんですけどね。美容師歴13年ぐらいですか？13年、一筋でやってるサトシに見てもらおう。俺がやりたい髪型、こちらです。ですかね。まあいいよ。どう？なんかあれなんですか？流行ってるんですか？知らん。わかんないです。まずできる？この俺の。いやいけんじゃないですか。いけんじゃないですかね。うん、あ、なんかいけそうですね。しかもなんかちょっとイメージ湧きますね。あ、ほんま？はい。ちょっと笑い路線になりそうですけど。笑い全然いらんから。オッケーです、オッケーです。ちょっとやりましょう、やりましょう。うま、はい、うわぁ、なれんねや。いいですね、でも面白そうですね。かぶらないですね、これ、あんまり。じゃあちょっと行ってみましょうか。お願いします。はい、ちょっとじゃあこれを。こんなん、18年ぶり。これまだ一緒なんや。18年経っても素材はもちろん変わってんねやろうけど、うわ緊張するわ。外でやるつもりが大雨でお風呂。でもこういうの運命は。俺なんかこんな20話になるやつ、俺あんな無茶ぶりやけどできる？できますよ。この髪の長さの量でいける？もうそれだけ心配やった。これ行きましょう。はい、うわ、もう早い早い早いな。早いんだー。いいですよ。うん。うおー。うおー。行くな。そんな感じ。どんどん行くやん。うおー。ジョリジョリ言うとる。あー。見てへんやん、全然。全然見てへんやん。ええの？大丈夫です、大丈夫です。めちゃくちゃ落ちる。この落ちる感覚、18年ぶりや。ちょっと今刈り上げやんな、いわゆる。そうそうそう。これの名前は今なんていうの？刈り上げですかね。でもやっぱな、髪切ってちょっと伸ばした方が若くなっちゃうんですよ。その話遮られる感じも久々やわ。今北朝鮮の偉い人。ちゃうやんな。いらないな。え、失敗したの？いや、失敗してないですけど。見えてたら文句を聞きながら今の言うの。美容院あるあるですよね。美容院がちょっとなんかボソッとなんか言ったことを過剰に気にするしますよね、お客さんって。失敗したなぁ。絶対過剰になるやろ。言っちゃいけない。何ちょ待ってくれ。何や、何笑ってんねん。何が、何がこの人の写真見た時笑ってへんかったやん。いやいや、そうっすね。やろ、かっこいいっすね。かっこいいやろ。人やねんな、人人やってみる。これ人やな、俺。おおおお、いいですね。
これ一人全然ちゃうな。いやこれさ、美容室でこうなったらどうすんの、笑うの。最初ちょっとなんか笑っちゃいましたけど、自分で切ってて全然大丈夫っすよ。違うよ、大丈夫言ってもてるし、笑っちゃいましたけどって言うたやん。何本ぐらいすんの今だいたい美容室。7,000円とか、ね、7,000円出してクスクス笑われたら笑ってないかこいつって何回も鏡見るやん。確かに。ちょっとなんで俺このくじみたいに出さんのよ。いや、美容室俺のトレードマークやで、フジみたい。ちょっと待ってよ、フジみたい、俺のどこやったの。フジみたいってダメなんですよ、この髪型は。そうなん、うん、M 字の人ってこう、こうなるの気になるじゃないですか。うんうん。で今ここ削ったからちょっと M 字減ってませんか。確かに。わかります。確かに。おなんかここ前もっとグイッていするじゃないですか。ほんまやな。M 字減ってるじゃないですか。だからつってデコ広くかけた感じは見えへんしな。見えないこれ。あ、見事やな、これでも、しかし。そうそう、M 字減るんですよ。そうそう。上向くと、あ、こうするな。上向くといいな。そうやな、だからもうこういう感じの方がいいな。正面の角度めちゃめちゃええな。これや、これや。正面の角度めっちゃいい。憧れの髪型になってきたわ。この髪型にしたいのは、久々にハマってたのは、こんな面白く没頭できた。すごい熱くなったし、こんな早く見れるドラマってなかったし、睡眠を削ってでも見てたね。とにかく次が楽しみで、めっちゃ泣いたし。普通1回見終わったらもう終わりやねんけど、今2回目も見ようと思ってるし、この髪型にして見ようと思ってるし、まだ気持ち入り方ちゃうやろうから、そこで流れてくる曲も好きで、もう主題歌やったり挿入歌は聴くだけで回れる、なんかその世界に入れてる気持ちがして嬉しい。出来上がりですか。はい。いや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 、ありがとうありがとう。これはすごいわ。この横と後ろだけ見ると普通なんですよね。でも前髪なんですよね、特徴は。これちょっとこの髪型で俺やりたいことがあるのよ。ああそうなんですか、うん、続きがあるんですか。続きあるね、この髪型にして、はいはい、明日の動画で全てわかります。そしたらじゃあちょっとなんか軽くメイクとかしましょうか。メイク、メイクちょっと削っちゃってもいいですか。え、上ピョンってなってるじゃないですか。なってるよ。削っちゃっていいですか。これは俺娘とも同じ形やね。うん、距離感生まれるわ娘と。マジでそんのね。オッケーいいよ。Make sure it sound right, boy.